姉貴は保育士として、保育園の年長さんクラスで担任をしている。クラスには20人ほどいるので、ある意味で毎日が園児たちとの戦争らしい。そんな姉貴がつい先日、園児たちの保育疲れで仕事中あまりにも肩が凝り、自分の手で肩をトントンと叩き出した。反対側の肩が終われば、同じように。トントントン、トントントン。その光景を周りで見ていたある園児が近づいてきて。先生、肩が痛いの？そうだよ、肩が凝ってるのを、トントンしてくれる？うん、いいよ。トントントン、トントントン。ああ、まるまるちゃん、気持ちいいなあ、ありがとうね。すると園児が、トン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 、キヨノミトン、トン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 、キヨノミトン。とリズムよく肩を叩きながら歌い出した。姉貴は思わず吹き出しそうになったが、ありがとうね、まるまるちゃん肩を叩くのうまいね、ますます気持ちよくなってきたわ。と言ったら、ニコニコしながら肩を叩き出したそうだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。